ご紹介しましょう。チャンピオンはダンシングデストロイヤーです。ハービー・ハイド。出身はナイジェリアのラゴスです。年齢は26歳。89年にプロデビュー、イギリスを拠点に練習を続けまして、93年にイギリスヘビー級タイトルを取りました。そして94年マイケル・ベントに7回 KO 勝ちし、 WBO 世界ヘビー級タイトルを獲得。その翌年リディック・ボーに6回 KO 負けでこのタイトルを失いました。しかし昨年トニー・タッカーを2回 TKO に下しまして、タイトル奪還に成功しています。戦績は30戦29勝1敗、29勝のうち28の KO 勝ちがあります。一方の挑戦者はクルーザー級から1つクラスを上げて挑みます、デーモン・リード。ホームタウンはアメリカ・カンザス州トピーカ。年齢は26歳です。95年にプロデビュー、97年5月に IBO 世界ヘビー級チャンピオンブライアン・ニールセンに8回判定負け、8月には元クルーザー級世界ランカージェームス・プリチャードに10回判定勝ちしました。で今日はチャンピオンの地元イギリスに乗り込んでタイトルを狙います。成績は27戦22勝1敗4無判定、22勝のうち18の KO 勝ちがあります。はい、高い KO 率を誇る2人に注目です。はい、もう倒れること必死のようですけども、はい、また小泉さん、まあ、こういったハードパンチャーですから、どの辺に見どころを置きますか。まあ、ハービー・ハイドはですね、トニー・タッカーに勝ってですね、WBO のチャンピオンに返り咲きましたね、はい。まあ、ここでですね、このリードに対してですね、どういうリードパンチをついていくかですね。はい、はい、ということでね、ダンシングデストロイヤーと、これ考えてもデーモンリードなんですね。すごい名前ですね。すごい対戦ですけど、さあ、はい、浜さんはどこに注目されますか。まあ、やっぱりハイドがここ最近調子に乗ってますからね、はい。まあ、一時期ボールに負けた試合がちょっとイメージが強すぎたんで、体力面どうだろうと思ったんですけど、やっぱりここ最近本領発揮してきてるかなというふうに思います。やっぱりこれはもう必死のようですね。はい、さあご覧いただきましょう。はい、それではご覧いただきましょう。この試合は4月18日イギリスのマンチェスターナイネックスアリーナで行われました一戦です。どうぞ。Ladies and gentlemen, Mr. Frank Warren for Sports Network and sponsored by Adidas and the McCarthy Corporation proudly presents an evening of professional world championship boxing from the Ninex Arena, Manchester, England. All contests sanctioned by the British Boxing Board of Control and the World Boxing Organization. BBBC supervisor at ringside, John Morris. Steward in charge,Charles Giles, and the timekeeper for this bout is Barry Pinder. WBO supervisor at ringside is Luis Batista Salas. The three judges scoring this bout on a 10-point must system will be Roy Francis of England, Ted Gimza of the United States, and Paul Thomas of England. And when the bell rings, your referee in charge of the action from the USA, Rudy Battle. And now,Ladies and gentlemen, 12 rounds of boxing for the WBO Heavyweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the gold corner, wearing gold in the red corner, weighing in at 14 stone 3 pounds. He brings an excellent professional record to the ring, 22 victories with 18 knockouts.And only one defeat, he has borne no decision. From Topeka, Kansas, USA, ladies and gentlemen, let's welcome the challenger, Damon Reed. 挑戦者、デーモン・リード。ランキングは11位です。The ring, fighting out of the blue corner, wearing white, trimmed with red, and weighing 15 stone, 9 pounds, his professional record.チャンピオン、ハービー・ハイドです。
これが初防衛戦になります。前回王者の時は初防衛に失敗しました。相手はリリック・ボーでした。今回初防衛なるかというハービー・ハイド。昨年6月タッカーに勝ってから試合間隔が空いてしまいました。これは実は西回りを白血病で亡くなりました。失礼まして活動を止めていたせいもあります。それから2月にはオーリン・ノリスとの初防衛戦も組まれたんですが、これもノリス夫人の急病ということで延期になっています。その後もう一人オベット・サリバンという選手、アビー・ハイド、これが31戦目、29勝28KO1敗、素晴らしい KO 率を誇りますアビー・ハイド。一方デーモン・リード、こちらは28戦目です。レフリーはルディ・バトル、 WBO 世界ヘビー級のタイトルマッチです。ウォームアップを行っています。肩を回します。挑戦者のデーモン・リード。さあ試合開始です。白のトランクスがチャンピオンのハービー・ハイドです。左を出していきました。おっと左、左で応戦します。ハービー・ハイド、ゴールドのトランクス、デーモン・リード、大手右のストレート、追い打ちをかけます。コーナーに入りました。左ダウン、ダウンか、うん、ダウンです。カウントが入っています。ダウンの左の前の右服を聞いたですね、右ストレートを聞いたですね。2番の大観衆が見つめています。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ、カウントはどうでしょう。英国はイングランド、マンチェスターで行われています。続行できるか、聞いてますよ、あ、うん、聞いてますよ。しかし続行します。さあハービーハイド右のストレート、入れ替わったところ、あ、試合終了です。試合終了です。歓声とブーイングが交錯します。 WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ、あっけなく幕が下ろされました。まあ、レフリーとしてはですね、まあ、最初のダウンの時ももうフラフラしてましたから無理かなと思いながらもですね、あまりにまあ1ラウンド早いしちょっと続けさせてみたんですけど、やはりフラフラしてるんで、ハイドの方がですね、まあ、攻めてきましたからね、そこでストップしたんですね。追いかけていって左で決めています。ああいう逃げ腰になるとですね、ボクシングでは倒されますよね。だから怖いと思ったりですね、これは相手強いと思ったら逆にですね、前出てですね、ひっついてしまった方がいいんですよ。あ、こんなに下がったら相手に追いかけてきてですね、倒されるのはもう目に見えてますね。まあ、リードとしてはまあピンチヒッターでしたし、本来国崎の選手ですからね、体格差もありましたし、まあ、かわいそうな面もありました、はい。まあ、彼は彼なりに一生懸命やったんだと思いますけどね、力を発揮できずにご覧のようなパンチを受けてしまいました。ヘビー級のパンチです。かなり効いていたようです。まあ、タイムが早かったですね。ヘビー級史上最短、ヘビー級のタイトルマッチ史上ですね、はい、最短の、ノックアウトなんですよね。あ、これまでですね、まあ、1900年4月6日ですね、はい、ジェームス・ジェフリーズがそのジャック・フィネガン、これを KO したのが、1ラウンド55秒なんですけど、それより3秒早いんですね。リードは左目下、効きましたね。あ、そうですか。あ、The winner by knockout victory and still the reigning WBO heavyweight champion of the world, from Northumberland, Herbie Hall。 ヘビー級史上最短防衛レコードです。1ラウンド52秒で試合が終わりました。それでは試合結果を確認しましょう。この試合ハービーハイドの1回52秒 TKO 勝ちです。